でやるとボロボロなんですよね。本当にできないですね。全くできない、ね、時間がかかるからっていうのを言い訳にしちゃいがちですよ、ね。はい、その読んでも分かんないものを聞き取れるわけないんで、うん、表現いっぱい問題解いていくと同じのに出会うっていうのが、うん、ここで始まりましたモテチャンネル。さあ今回はポイズン松本においていただきました、ね。はい、ポイズン松本です。はい、今回はですねまた、はい、そう LINE で質問来てたそうですねやつですけど、はい、トイックの600点の壁って超えられないんです、はい、どうしたらいいの。はい、まあ、これもよく来る質問なんで、そうですね、多いですね。ぜひその600点の壁、はい、どういうふうに超えたらいいですか。600点の壁超えるためのまた3つ何をすべきかっていう3選、はいはい、3選でいきたいと思います。まず1つ目がですね、アクセント発音、まあ、これをしっかり正確に意味と合わせて覚えるってことですね。でこれ大体覚えてますよっていう人が多いんですけど、いや大体じゃなくて全部本当にそれでちゃんと覚えられてるのかっていう、そういう爪の甘さであったり抜けてるところないかってとこも含めて、ちゃんとアクセント発音までちゃんと覚えきれてるかっていうところが大事ですね、うんうん、基礎の単語帳の全部いけるぐらいにしておかないといけないってことね。最低限ね、これここに載ってる単語はですね、はいここに載ってる単語は、はい、できるようにぜひしておいてください。本当に絶対そうです。本当に ね、これぐらいはちゃんと音声つけてますから MP3 ね、はい、でもこれ MP3 が分かんないって言われるんですよダウンロードできないとかしょっちゅう言われて。ああそうなんですね。日本は大変ですよ出版社いつもそれの対応大変なんですよじゃあ2つ目にもう一度、ね、2つ目は何かっていうと、これはやっぱりリスニングの勉強しないといけないので、はい、やっぱりリスニングで、かつ具体的に言うとやっぱりディクテーション。おお、ディクテーション、はい、これをやっぱり最初はすごく地味な作業だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりコツコツやっていく必要があるんじゃないかな、うん、やっぱり師匠もよくおっしゃってるように、はい、リスニングの方がしっかり点出やすいと思うんで、はい、リーディングより、そうですね、なのでリスニングでいかに稼げるかっていうのが大事だと思いますね、うん、600点超えたいんであれば、はいはいはい、そうですね、聞き取れないであればって感じですね。まあちょっとね3と4は長いんでディクテーション難しいかもしれないですけど、うん、まあ1と2ぐらいはディクテーションある程度できるようにはなっててほしいですね、うん、だから僕も基礎授業では大学とかのやつでは、まあ、ディクテーションやってましたね。いつもパート1とパート2で、はい、それまあこの画面越しだとやらない人が多いと思うからあんまりできなかったですけどねで YouTube 通してとかってやった時はできなかったですけど、対面の授業ではいつも必ずディクテーションやって、うん、でやるとボロッボロなんですよね。いや本当にできないですね。全くできない。自分が想像してる以上にできないですもんね最初は。そうですよ、本当にできないのでディクテーションって、あそれはそうだ、聞き取れるわけないわけですよ、うん、その読んでも分かんないものとか聞き取れるわけないんで、うん、そうそうですね。なんでそれ聞き取れないよってみんな、まあ、いわゆるザとか、うん、S が抜けてるとかだったらまあいいんですけど、 そうですね、それだったらまあ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 、うん、意味は取れてるんだろうなってなるんですけど、もう空欄だらけですよ空所だらけでしたから、うん、もうどこの授業でやってもで、よくこういうディクテーションをやった方がいいですよみたいな、そのライン上でですね質問でアドバイスすると、はい、いやディクテーションやってたらそれこそパート1とかパート2やるだけで、はい、もうそれこそ1週間とか、はい、2週間かかっちゃいますみたいな、はい、全部終わるのに、いややれよってことなんですよいやだから何やれよって時間かかるからやらんってそんな一生上がらないんで、やれよっていう話なんですよ。なるほど、なるほど、めんどくさがりすぎ、うん、そうですね、時間がかかるからっていうのを言い訳にしちゃいがちですよね、はい、じゃあ3つ目、3つ目はですね、まあこれはもう当たり前すぎるかもしれないですけど、もう多読ですね。お、多読、はい、まあ、具体的に言うと本当にもう簡単な長文、まあ、長文っていうか簡単な、まあ、それこそ公式問題集とかの、まあ、簡単めの問題でいいんで、まあ、それを時間計って読んで解いて、間違ってたらまあどこが間違ってたのか、なんで間違えたのかっていうその原因をしっかり考えて、もうこう練習を積んでいくってことだと思いますね。なるほど、まあ解くってことですね。そうですね、多読、はい、読む、解くってことですね、はい、多読、なるほど、それは重要ですね、はい、確かにね、難しいのになっちゃうとね、うん、もっとやる気失せちゃうんで、特に長いやつとか、そうですね、もう3つとか出てくるやつね、もうあれかあんなところからやろうとかしたり、もう1回分通して解こうとする人とかだったら、やっぱり絶対挫折しちゃうんで、うん、まあ、本当にシングルパッセージとか、まあ、本当に簡単な短いものからで全然いいと思うので、なるほど、シングルの優しめな、はい、まあいろいろ出てますからね、初級者用の読解の参考書も出てるんで、うん、 そちらをねやってもらう、はい、で前の時に言ったんですけど、その時に設問、そうですね、設問覚えててねっていうですね、設問を覚えていれば、うん、いちいち読んで設問をこう理解する必要がないので、パッと見ても設問がパッと分かるようにしておくと早く解けるようになりますし、そういった訓練と、あとはやっぱ表現いっぱい問題解いていくと同じのに出会うっていうのが、これがめちゃくちゃでかい。
と思うんですよね。それでね、その表現がパート5に出てたとか、ね、パート6に出てたなんていうのもめちゃくちゃよくあることなんで、ぜひそれ実践してもらえればいいと思うんですよ ね、 すね、はい、だから本当に1回の試験ですら、うん、そのパート5の答えがだいたい6か7に入ってますからね、うん、もうそれぐらいトイックと同じ表現いっぱい出てくるんで、だそれ触れなきゃいけないんで、そうですね、はい、でまあ、それと合わせてやっぱりその多読とかそうやって問題演習いっぱいしたけど、やっぱりでもリーディングの点数伸びないとかいう人は、もしかすると可能性として英語というよりかはやっぱり読解力、どっちかというとその日本語というか現代文的なその読解力にもしかしたら問題ある可能性があるので、やっぱり多読とかその問題演習いっぱいやっても伸びないんですとかいう人は、現代文的な力であったりその読解力がちゃんと自分あるのかなっていうことは一度確かめた方がいいと思いますね。そうですね、まあ、いわゆるスキミングスキャニングとかでバンバン解いていくのがまあトイックなんですけど、ただやっぱ一文一文ちゃんと読めないってなるとちょっとね難しいっていうのはあるん で、まあ、そこがあるからこそ難関大学の人とか早く一気に点が上がるんですよね。その一部一部がちゃんと精読できる人が速読に行くのはドンと上がりやすいですけど、一部一部読めない人が速読多読ってやっても上がんなかったりするわけですね。トイックでもやっぱ文法とかきちんと一部一部読める、精読できるっていうのは大事になりますね。そうですね、はい、あとはメールとか文章とかチラシでも、一体これ何が言いたいからこのメール送ってるんかとか、何を言いたいからこの広告出してるのかとか、そういう書き手の意図みたいな、そこをやっぱり掴む力っていうのは読解力だと思うんで、なんかそういうところがやっぱりない人はいくら練習しても単なるこうテクニックでなんとか無理やり力技でねじ伏せてるみたいになっちゃうんで、はい、ちゃんとやっていくっていうのは大事だと思いますんで、そういうのもねやっていかなきゃいけないわけですよ。そうですね、質問があったらね、そうですね、質問受け付けておりますので、そこで、まあ、本当にあのトイック別に何点の人であろうが、まあ基本的にはもちろん800未満の人ですけれども、なんかこう勉強しててやっぱここで悩んでるとか、まあそういうね困ったことあればいつでも質問していただければ、はい、はい、丁寧にしっかり回答しますんで、はい、LINE 貼ってありますので、はい、600の壁超えてない人どうしたらいいんだとかっていうのは相談してもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、で何たってトイック950点プロジェクトやってますから、はい、自分も勉強してる。そうです、だからもう皆さんもね一緒に今日からでもいいから一緒に始めて勉強しましょう。そうですね、だからちゃんと講師でありながらもやっておりますので、うん、はい、ベーシスの講師ポイズン松本ですね、さあ、はい、じゃあ勉強してる風景がまた流れます。もうこれで動画出るために毎回やってなきゃいけないっていう、はい、もう本当に自分も勉強しなきゃいけないっていう、はい、そういう義務がつきますので、はい、そういう感じでやってもらえればいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひまとめると単語、そうですね、単語を正確に音も覚えるってことと、ディクテーションする、リスニングの点数上げるためにディクテーションするっていうことと、まあ、その簡単な問題でいいからこうリーディングの演習をいっぱい積み重ねていくっていうことで、まあ、それにプラスアルファで、まあ、それやっても伸びなかったらもしかしたら読解力に原因があるかもよということですね。なるほど、はい、あ、もちろん他のパートも ね、 そうですね、勉強しておかないといけないですけど、はい、5とかね取れてない人だったらやんなきゃダメですけど、まあ、5が取れるようになってきたっていう人たち、ね、はい、600の壁を超えるっていうものでした。で、ね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですねかなり独自かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC で本当400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。